皆さんこんにちは、エコです。お知らせがあります。明日11月29日から12月8日までピンクラテンのオリジナルクリスマスコフレが当たるキャンペーンをやります。プレゼントの内容はピンクラテのオリジナルコスメとミストとポーチの豪華なセットです。そしてじゃじゃん、ピンクラテのウェブも5人の直筆サイン入りチェキをプレゼントします。全部柄が違うんです。全部ちゃんと直筆です。コスメとミストとポーチのセットと一緒に10名様にプレゼントいたします。応募方法なんですけど、ピンクラテ TV の公式インスタグラムをフォロー、そしてプレゼントキャンペーンの画像にいいねで応募できます。みんなコメントとかでアピールしてください。応募お待ちしております。バイバーイ。です。アイカです。ゆらりです。ゆめかです。ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日の企画は給食あるあるです。イエーイ。せーの、どうぞ。え、めっちゃいい。今日の給食デザート好き。やっぱりこういうのはデザートかな。今日給食おかわりあるよ。ごちそうさまでした。まだ一口。じゃがいも。ちょっと今日さ気持ち悪い。あ、てかちょっと苦手だからさ一口でいい。あ、はい。あ、ありがとう。給食。揚げパン、揚げパン、揚げパン。当たりだな、今日。今日はおかわりだ。やっば、足りない。え、やば、もう足りない。よし。え、私少ないじゃん。え、辛っ。え、こっちの方が美味しい。え、なんで持ってくの。え、辛っ。あ、いや、まだ足りない。もう一口しかない。牛の母乳吸ってんの。いい趣味だね。アニちゃんチューしていい。ちゃん今日も可愛いね。はい、皆さんどうでしたか。牛乳やってる時に本当に言ってるもん。牛の母乳吸ってんのって本当にいつも言ってる。超迷惑じゃん。昼休みが始まってもずっとノロノロ食べてることがたまにあるので共感ができました。私大食感やってるんですけど。大食感、え、一番でかい味噌汁とかが入ってるやつ運んでる時にめっちゃ足上がるんですよ。熱くずいよね。めっちゃ熱いんですよ。もし、この動画がいいと思ったら高評価